どうもハンサムクロジです。今日はローソンスイーツ祭り、まず一つ目はこちら、マンゴーミルクワッフルコーン、マンゴーソースを添えて。二つ目はこちら、ゴディバとコラボしたショコラプリン。そして最後こちら、もちふわチーズ大福、キリのクリームチーズ塩。はい、この三つを食べたいと思います。やったー、フルーツ系、チョコ系、チーズ系ということで、じゃあまずはマンゴーミルクからいただきましょう。じゃーん、うわうまそう、綺麗ですね、マンゴーの香り。うわ、このコーンがめっちゃうまそうだな。コーンの内側にはなんかチョコレートのコーティングがあって、多分これでね、コーンのサクサク感を維持させようという魂胆なんでしょうね。うん、じゃあいただきます。おいしい、うまい、うまー、コーンがうまい、コーンの最後までぎっしりアイス入ってますね。ワッフルコーンの最後のとこも美味しいですよね。ここも大好き、うまい、あー美味しかった、美味しいから、これ美味しいから、キューハンサム、美味しかったもう美味しいしかないですね。マンゴーアイスも爽やかで、ソースもねいっぱい入ってて、ミルク系のアイスだからちょっとこってりするかなと思ったけど、やっぱりそのフルーツ、マンゴーの酸味と香りがあるおかげですごい爽やかに食べれました。でも僕もっとアイス自体のマンゴーのね味もちょっと濃くてもいいかなと思うけど、コーンもサクサクでとっても美味しかったです。素晴らしい。次、ゴディバのショコラプリン食べよう。うわー美味しそう、すごい、なんかバヨンってクリーム乗ってるかわいい、めっちゃいい匂いだ、しかもカカオの良い香りがします。いやこれ絶対うまいわ、おお綺麗、めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。あ、うまっ、うまっ、苦くてうまい、これうめえわ、美味しかった、ごちそうさまでした。キューハンサムです。すごい苦いです、ちゃんとカカオの苦味のあるほんのり甘いチョコプリン、結構苦味が強くて僕は好きなんですけど、全然甘くないじゃないかみたいな思う人もいるんじゃないかなと思って、ちょっとキューハンサムにしました。なんかすごいいろんな人におすすめできる感じじゃないのかなと思って、すごい美味しいです。この苦味が、クリームもポンって乗ってるけど、それも別に甘いわけじゃないし、あんまりチョコレートの味をガツンとプリンにしましたっていう感じがね、すごく潔くて美味しかったですね、素晴らしい。最後、ふわふわチーズ大福出た。最近あのこれもセブンイレブンから始まったやつ、タイプのやつですねみたらしのやつがセブンのやつはあのいまいちだったから、これ楽しみです。チーズ中にキリクリームチーズ 71% 塩、これなうまいのよな、真っ白なお大福、お大福でございます。粉の香りがするぜ。よし切りました。ちょっとね断面を見ていたら結構綺麗、綺麗な断面だ、チーズの香りとかあんまりしないけど、いただきます。もちもち、うまい、うまい、ごちそうさまでした、美味しい、これもキューハンサム、全部うまいこれもね、もうお餅がもうトロトロふわふわもっちもちで最高です。中のクリームチーズもですね、すごいさっぱりしてて、チーズっぽい癖もなく、キリらしさはねすごく感じましたけど、さっぱりしててとっても美味しかったです。ただ僕的にはやっぱちょっとフルーツソースをね中に入れてくれたらもう80倍くらい美味しくなるんじゃないかなと思いますけど、ブルーベリーとか今の季節だったらマンゴーのソースとか入ってたらもう80倍ですねキューハンサムの80倍なんで、クーハ72、まあ、720ハンサム
なるなと思いました。本当にいやー美味しかった。気になる方はぜひね食べてみてください。ローソンいっぱい出てます。おすすめはもう一回食べたいなと思うのはマンゴーのアイスでした。以上、この動画が良かった方はコメント高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。今日見てくれてありがとうございました。ハンサムクロージでした。バイバーイ。